ジョン・マイ・ヤングは、アメリカ合衆国のプログレッシブメタルバンド、ドリーム・シアターのベーシストである。また、同バンドのチャップマン・スティック奏者でもある。イリノイ州シカゴの韓国系アメリカ人の家庭に生まれ、幼少期に、ニューヨーク・ロングアイランドに引っ越した。5歳から15歳までバイオリンを弾いていたが、友人に、バンド加入を勧められベースを始める。ハイスクールを卒業した後は、 バークリー音楽大学へと進学し、スクール時代からの友人であったジョン・ペトルウ氏、大学で出会ったマイク・ポートノイ、バンド仲間であったケビン・ムーアと共にドリームシアターの前身となるマジェスティを結成する。その後の活動はドリームシアターを参照のこと。ドリームシアターでの活動が中心的であるが、プラティパス・ウィズロット・モーゲンスタイン、大抵バーン、ザ。 ジェリージャムなどの様々なプロジェクトに参加している。フィフスアルバム、メトロポリスパートに、シーンズ・フロム・ア・メモリー・ワールドツアー終了後、東南アジア県初のベースクリニックツアーを行った。1995年に結婚した夫人との間に二人の男児がいる。夫人もベーシストである。フィンガー・ピッキング、タッピング奏法、ハイシーゲンを活用した多彩なハーモニクス奏法。 プレイスタイルに関しては、ヘビーメタルの先たちよりも、スタンリー・ジョーダンの影響が強いと言われる。基本は3フィンガーピッキングで、ギターとの超高速ユニゾンからバラードまで、広く弾きこなす。高速フレーズかつ複雑な運指、柔らかな音色から、スラップ奏法に近いハードタッチまで、幅広いニュアンスを、フィンガリングで紡ぎ出す。ドリームシアターのインスアルバム、システマティックケオスでは、 若干のピック奏法も使用している。上記のような幅広いテクニックと安定したプレイを持ち味とし、楽曲のインストパートなどでは、リードのフレーズと完璧にユニゾンしたり要所要所で凝ったタッピング奏法を見せたりするものの、若干の見せ場のパートを除いては、他のメタル系のテクニカルプレイヤーのように前に出ることはない。マジェスティー以降、バンド活動初期には、フェンラー、 アーニーボール、スペクターなどの通常の4弦ベースを使用していたが、2枚目の、スタジオアルバム、イメージズワーズ制作時を最後に多弦ベースへと移行。トバイアスの多弦在は、希少価値も高いタングの6弦モデルを、複数所有、メインベースとして引きこなし、ウィングバスシリーズの名が広く知られる機会となった。その後は、ヤマハとエンドース契約を結び、二種類の専用 現モデルを使用した。ナインスアルバムシステマティックケオスよりミュージックマンとエンドース契約を結び、現在は同社のボンゴシリーズの6ゲバージョンを使用している。エレクトリックベース以外に12弦チャップマンスティックも演奏することがあり、ホースアルバムフォーリングイントゥインフィニティの中で使用しているほか、モトシニックのベーシストショーン・マローンのソロプロジェクトアルバムゴーディアン・ノットに ゲストで参加している。複雑な運指かつ高速プレイが多くかなりのハードピッキングに対応するため、ヤマハとの契約時期は、ベース本体の合成、ポジション移動を素早く行うため、格言感を一般的な6弦ベースに比べて、数ミリ狭めた仕様にするなどのこだわりを語っている。現在使用しているミュージックマンボンゴについても同様、バンド初期は若干歪ませた。 ドライブ感のあるサウンドであったが、時代とともにシンプル思考に転じた。曲により、コーラス、フェイザーの仕様が見られる。クリーンサウンドとドライブサウンドをミックスし、ある程度コンプレッサーで整えるのが、現在のほとんどのサウンドセッティングである。アグレッシブなプレートは、相反する、物静かな性格であり、寡黙かつポーカーフェイスである。高の記録において喋っている姿がほとんどない。 特にメンバー全体でのインタビューで発言することは非常に稀である。自身の教則ビデオ、プログレッシブベースコンセプトにて解説もろもろ喋っている姿がある意味で貴重な音源となっている。ただし2010年代後半以降は YouTube などの各種公式動画で喋る機会が少しずつ増えてきている。ミュージシャンとして徹底した自己管理を行っている。 早寝早起きし、取材広報などのサイドワークは午前中に行うため、上日の教則ビデオ収録はすべて早朝と、午前中にとの要望であった。そして午後から夕方を練習時間と決めている。バンドツアージ以外は、基本的にロングアイランドの家で家族と過ごすよう努めている。日本国内で行われたベースクリニックにおいて、日課練習はウォーミングアップだけで数時間使う。 ライブ前の習慣で腕立て伏せを100回やっていると話している。ライブ時にはダイエットコーラをよく飲む。ベースの練習に多くの時間を費やし、学校の成績や挑発に関して父親と対立したこともある。彼の名前の表記は、かつて日本国内はジョン・ユングと表記されることが多かったが、現在では本国アメリカ国内での発音と同様に、 ジョンマイアングと表記されるようになっている。ありがとうございます。